ファウンテインズ・オブ・ウェインはアメリカのロックバンド。ジャンルはパワーポップ。学生時代のルームメイトであったアダムとクリスの二人を中心に1996年にバンドを結成。二人が知り合ったきっかけはアダムが当時 REM の曲を弾いていたところあまりのコードの違いぶりにクリスが正しいコードを教えてあげたことに始まる。バンド名の由来は メンバーのアダムが隣に住むウェイン家の噴水からインスピレーションを受けたことによるもの。同年、アルバム、ファウンテーンズ・オブ・ウェインでデビューする。その音楽性がウィーザーと比較されるなど、欧米でスマッシュヒットを記録。レコーディングは二人だけで行われたものの、アルバムのヒットを受けて、当時の所属レーベルが二人にツアーをさせるために、ブライアンとジョディをサポートに加え、そのまま正式なメンバーとなる。 1999年にセカンドアルバムユートピア・パークウェイを2003年にはサードアルバムウェルカム・インターステート・マネージャーズをリリース。このアルバムから収録曲のステーシーズ・マムが全米9位、またメキシカン・ワインも大ヒットし、デビュー7年目にしてグラミー賞のベスト・ニュー・アーティスト最優秀新人部門へノミネートされるなど各方面で絶賛された。 その後2005年にレアトラック集、アウトマイナスオブマイナスステートプレイツをリリース。そして2007年、4作目、トラフィックウェザーを発表。この際、フジロックフェスティバルには3日目レッドマーキーの鳥として参加した。来日は上記をはじめ、フジロック2回、サマーソニック1回、単独が3回、うち1回は、進行のある。 アジアンカンフージェネレーションにサポートを依頼され、来日した2006年12月公演を含む。この時、体調不良を起こしていたクリスは、サポートライブの2日目をキャンセルしたものの、大カ山ユニットでのワンマンライブは結構。手が震える中でライブを行った。クリスは、その後ソロプロジェクト、ルックパークなどで活動。アダムは他に、 アイビーとティンテッド・ウィンドウズの二つのバンドにも参加する、他、スクラッチーレコードというレコードレーベルと、ストラトスフィアサウンドというレコーディングスタジオを所有しており、プロデューサーとしても活躍していたが、2019、新型コロナウイルス感染症からの合併症のため2020年4月1日、52歳で死去した。ありがとうございます。